おお。はい、どうも皆様こんばんは、おはようございます、こんにちは。はい、コタパパです。今日もね、よろしくお願いいたします。ですね、早速なんですけど、今日はね、有線イヤホンのレビューをさせていただきたいと思います。先日のね、ブラックフライデーで、ゲットしたものなんですけども、まあ、KZ から出ている、モデルになります。まあね、KZ のいろんなものをこう聞いてきてはいるんですけども、その中で、まあ、優劣をつけるというか、ジャンル的にポジションはどの辺かなっていうのをちょっと頭に考えつつ、まあ、誇張なく自分が感じたことを何でも喋っていくっていうのが私のスタイルなんで、はい、ダメなものにはダメと言いますので、その時はね、あ、ダメっていうやつもいるんだぐらいでちょっと、ね、思っていただければ幸いです。俺体力に先に出ちゃうからね、だよみたいな感じであんまよろしくないんですよ、その辺が。でイヤホン、こちらになりますね。はい、これからね、開封レビューしていきたいと思います。皆さん、風邪など引いてないですか？はい、ぜひね、今ここでね、私の動画を見てくださっている皆さん、健康でね、そして健やかなね、で爽やかね、そんなね、2023年を送りたいなと思っております。というわけでですね、本日も動画の方、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。年の瀬だねって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、もうね、本当に2022年終わる、びっくりしたけど、はい、やっていきましょう。皆さん準備いいですか？それではレッツゴー。はい、それではいきましょう。今日ね、ご紹介させていただく、有線イヤホンになるんですけども、こちらになりますね。KZ から出ております、ZSN Pro の X というモデルになっております。私が注文したものにはマイクがついておるので、後で撮って収録してみたいと思います。はい。久しぶりに KZ 見たね。ゴールドもいい感じだな。それではね、早速中見ていきましょうかね。はい、行きます。はい、オープンします。よいしょ。ああ、出てきた、出てきた。はい、こんな感じですね。ああ、なかなか綺麗じゃないですか。ああ、そんなに、あれだね、筐体も大きい感じしないですね。はい、じゃあ箱はとりあえずもういいとして。でこちらの本体ですね、同梱物の確認も含めて一気に開けたいと思います。それでは準備しますので少々お待ちください。それでは行ってきます。はい、同梱物開けていきます。まずこちらですね、ユーザーズガイド取扱説明書となっております。そうしますと、この上のやつ、これがね、イヤピースになるんですけども、ここに今3サイズあります。で、デフォで1サイズくっついているので、イヤピースはね、4サイズあることになります。はい。その下のね、これがね、3.5 ミリアンバランス接続用の、純正ケーブルとなっております。ちょっと拡大してみると、ここね、ここに白いある。ここにマイクがくっついてます。はい。どこも使うんだもんですね。はい。
あっさりしてていいんだか悪いんだか、ちょっと時々不安になるよね。はい、そしたらですね、本体見ていきたいと思います。皆さんお願いします。はい、行きましょう。はい、それでは早速本体見ていきたいと思います。行きましょう。小ぶりかな？うん。まず、プレートですね。ものすごい綺麗です。はい。ゴールドですね、もう。所有欲を満たされるような、そんな色になってますね。はい。横にしてみると、あ、はい。接続端子はこちら、2ピンになっております。で、ぐるりと回して、ぐるりと回して、特段のあれはないですけど、ここに、文字が書いてありますね。ZSN Pro X って書いてあります。ちゃんと書いてあるんでね。すごいな。ちっちゃくてもう老眼で見えねえよ、本当に。はい。で、外観はね、こんな感じになっています。ではね、イヤピース外してみましょう。こちらもね、金色ですね。で、フィルターの方もきちんと入っています。うん。楕円形とかじゃないんで、特別な、特に述べることはないですね。ちょっと口は大きめかな。うん。ま、これが、吉と出るのか、京都出るのかは、レビュー次第ですね。じっくり見させてもらいたいと思います。はい。それではですね、こちらのイヤホンの開封レビューはここまでとさせていただきます。続きましてね、こちらのイヤホンの製品概要、こちらの方をね、皆さんと一緒に、見てみたいと思います。皆さん、ついてきてくださいね。それでは見に行きましょう。スイッチオン。はい、開封レビューは、今の通りとなります。金色で、なかなかかっこいいですね。はい。そうしましたらですね、今度は、このね、イヤホン、製品概要を見ていきたいと思います。それでは皆さん一緒に行きましょう。スイッチオン。はい、それでは製品概要を見ていきたいと思います。本日ご紹介させていただいている、有線イヤホンなんですけども、KZ から出ております ZSN の、Pro X というモデルになります。お値段なんですけども、12月1日の時点で、私は2800円で購入することができました。はい、それではね、中見ていきたいと思います。まずね、
0番なんだけどこちらのね、イヤホン一応マイクがついている マイクがついているので、後で音を拾ってこようかなっていうふうに思っております。はい。で、まず1番ですね、クラシックハイブリッドテクノロジードライブメタルイヤホンというふうな長々としたイヤホンだそうです。はい。1BA プラス 1DD のハイブリッドドライバーユニットを搭載しております。また、そちらはですね30095の、バランスアーマチュアと、10ミリの、ダイナミックドライバーという構成になっております。人間工学に基づいたデザインコンセプトとなっており、しっかりと、自由に装着可能なものとなっております。カバーに関してなんですけども、亜鉛合金製、でキャビティは、輸入樹脂製というふうに、なっているようです。はい。こちらね、取り外し可能な銀メッキケーブル、2ピン接続は2ピンですね、2ピンの 0.75mm になります。はい。で、音楽をこう再生しない場合に、イヤホンを適切にちゃんとね耳にねピタッと装着することで、26dB のノイズ音を分離可能っていう風になっております。これはパッシブが効いていればすごいなという風に正直思いますね。はい。簡単でしたけど、こちらが製品概要となります。はい。製品概要は以下の通りとなります。それではですね、早速視聴検証していきましょう。いきます。まずは純正ですね。純正の 3.5 でたいと思います。はい。それではですね、視聴検証を始めていきたいと思います。まずはですね、デフォの純正ケーブル、そしてデフォのイヤピースを使って 3.5mm のアンバランスですね、純正で付属してきた、ケーブルを使って検証してみたいと思います。はい。それではいきたいと思います。曲はね、最近お気に入りのミセスグリーンアップルの、ダンスホールでいきたいと思います。はい、いきます。もう一曲最後まで聴いちゃった。はい、3.5mm 分かりました。そしたらですね、リケーブルしますのでちょっと一旦閉じますね。はい。はい。4.4mm に、ケーブル乾燥しました。またね、一曲同じ曲聴いてみたいと思います。どれだけ変わるかな。はい、先ほどと同じダンスホールいきたいと思います。はい、いきます。なるほどね。はい。4.4mm リケーブル引いてみました。ですね、あと初めにね、ちょっとね
いうのを忘れちゃったんですけど、この筐体を、耳に刺すと非常にぴったりきて、装着感、遮蔽感、本当にいいです。で、スペックね、製品概要の中でも、何デシベルだったかな、こう、ね、パッシブみたいな感じになるとは思うんですけども、その、機械的なね、ノイキャンじゃないですけども、自然的なノイキャン、うん、っていうものをね、感じることが、ここはできました、私は。うん。自分の声もね、今ちょっとこもって聞こえてるぐらいなんで、うん。これに多分最高のイヤピースを見つけてつけたら、面白いかもしれないね。うん。はい、わかりました。そしたらですね、私、これからこれ検証してきます。はい、移動。あとね、マイク音声なんかも取れたら取ってきますので、しばしお待ちいただけないでしょうか。はい。検証してまとめていきたいと思います。はい。それでは、行ってきます。はい、戻ってくることができました。それではですね、ページにまとめたので、一緒に見ていきたいと思います。それでは、それでは、行きましょう。レッツゴー。はい、検証結果のまず一番行きたいと思います。デフォの純正ケーブル及び純正イヤーピースを使ってで、付属している純正の 3.5 ミリのケーブルを使ってアンバランス接続をするというものですね。まず、項目4つあります。高音域がね、ちゃんとしっかり出ていて、音の傾向は、まあ、ど真ん中でドンシャリ系ですね。はい。もう、重低音がね、ゾーンと鳴り響く。うん。検証してみたらね、低音の強さで、まあ、それが原因でね、他の帯域が潰れるっていう音質ではなかったので、ここは良かったかなと思います。安いね、本当にドンシャリ系の買うと、もう、低音がなんかぼやけてるだけど、バン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 音が出てて、もう、ね、高音が拾えないような、そういうイヤホンもありますのでね、そういうところは注意していきたいなと思っています。はい。あとですね、3番、圧倒的な音場とまではちょっといかないんですけども、ちょっとしたライブ感ですとか、まあ、臨場感といったものは楽しむことができます。はい。で、あとですね、音の解像度は、波です。牛丼で言う波です。はい。金額相当のものになっていますね。あとは、ボーカルとの距離は、結構、比較的近めに感じましたね。はい。以上が検証結果の1番となります。はい、検証結果の2番ですね。4.4 にリケーブルをして、イヤーピースは純正のものを使って、で、バランス接続を試みたという、内容なんですけども、レビューの方はこんな感じになります。間違いなくね、音の量感と解像度が増しました。はい。これは、聞いていただければわかるレベルだと思います。音の粒立ちも良くてね、こう、昔ながらの、ちょっとね、荒削り感があった、ザ・ KZ っていう感じを受けて、すごい、なんか懐かしいなぁと思って、私もね、有線始めて、まだね、1年ぐらいですけど、いろんな、ね、KZ の商品を購入してレビューさせてもらっている中で、武骨な感じっていうのが、結構俺好きなんで、今回のは別にいいな、率直にいいなって思いましたね。はい。こう、なんだろう、ケーブル変えただけなんですけども、ケーブルがオーブ製ですね。
で、なんて言うんだろうな、頭の中にこう奥行き、うん、前とか後ろとかそういうあの奥行きで多少広がりを感じることができたので、ケーブル変えたことで分離感も、しっかりと変わったっていうのが、印象としてあります。あとここはもうね、私の個人的な話になっちゃうんですけども、私はねタドラよりも今回のみたいにね 1BA1DD ですとか、逆にねダイナミックドライバー一発 1DD のような比較的シンプルなドライバー構成の方が私は好みなんですよね。はい、ドライバー数そんなにいるっていうのが正直な疑問で、確かにね KZ のあのもうちょっとハイクラスのものでね、あの片側 4BA の 1DD とか、そんな感じのねあのイヤホンなんかも、まあ、あの試させていただいていましたけども、やっぱシンプルイズベストだなと思って、そのタドラだとその中での頑張ってる感っていうのが確かに伝わってはくるんですけども、それよりもねこうシンプルな構成の、まあ、1DD とか一発で上から下まで綺麗に鳴らしてくれるっていうものがたまに巡り合えるんですよ。タドラはやっぱりあの当然お値段もねシンプルなものより、ちょっと高めですし、そこでね自分の好きな音ではないっていうことになるとちょっとお金がもったいないなと思うところもあります。だからなかなかねこうおすすめっていうのは、しづらい部分はあるんですけども、まあ、今回のはね、シンプルなドライバー構成で結構パンチの効いたねダイナミックなパワフルサウンドになっているので、まあ僕はあの結構楽しかったです。はい、と固く言うとこう沈み込むような低音で、厚みが多少ある中音、あとはですね刺さらなく抜けの良い、高音極高音っていう構成 1,2,3 3部構成ですね。これを感じることができました。ただ一点ちょっと残念だなと思ったのは、その長時間の使用にはちょっと向かないのかなというふうに感じました。とね、正直ちょっとしたね負荷を感じたんですよね。検証している時に量感増えて、なおかつ情報量も増えてる中で、あのその情報処理がうまくあの完全にできていないようなそんな感じを受けまして、性能としてはいまいちみたいな感じになってしまう、そんな感じがしました。まあ、あの音の好みですとかね、私の耳は皆さんとは当然違うので、考えることも違うし、そういう面ではねあの自分のなんだろう気持ちっていうのが入ってくると思うんですけども、ここに関してはねやっぱりちょっと残念だったなっていうふうに思います。以上が検証結果の2番になりますね。はい、それではまとめていきたいと思います。本日ご紹介させていただいたのは KZ から Z をおります、ZSN Pro X というモデルになります。検証パターンをね設けて検証した結果が、先ほど出ましたけども、まあざっくりまとめると、音のね性能は正直金額並みですね。私の購入金額が2800円なんで、はい。でサウンド自体はまあものすごいまあパワフルだと。でまああのね沈み込むようなあの重点を味わえるっていうところと、あの 4.4 にね、リケーブルしたんですけども、その情報量が増えたところでこうしっかりとねもう少し、なんだろうかな、
解像度が欲しいなと思ったのが正直なところですね。ベールがあるとまでは言わないんですけども、もうちょっとあったらすごくこれクリアだよねって言えるようなイヤホンになったと思うんですね。お値段が優先なのか、それとも音質が優先なのか、その辺はどちらが優先になってるかは分かりませんけども、個人的な感じではやっぱり、解像度がもうちょっと欲しかったなっていうのがあります。はい、で今回のイヤホンなんですけども、今私がね、挑戦させていただいている、いくらいくら未満っていうものをやらせていただいているんですけども、まさにね、今回はアンダー3000という部類を設けているんですけども、こちらの方には認定するか認定しないかという話の中では、今回のイヤホン残念ながらちょっと認定はできません。はい、お値段はね、手頃ですし、音もね別にそんなに悪い音では全然ないので、私がね、おすすめ、他の人におすすめできるかっていうレベルを考えた際にはちょっとおすすめからできないなっていうのが正直なところですね。なのでアンダー3000残念ということで、まとめとさせていただきます。それではですね、スタジオのコタッポさん、まとめをよろしくお願いいたします。はい、まとめの前にね、ちょっと補足の、補足の項目があります。こちらにねくっついているちっちゃいマイクなんですけども、こちらのね、マイク音声を、Zoom で録音してきましたので、ちょっと一緒に聞いてみましょう。私もまだ聞いてないんですけども、はい、じゃあ音声はこちらになります。どうぞ。ただいま、KZ の、ZSN-PRO-X、っていうのが10というのかもしれませんね。ZSN の、PRO 10X。こちらのね、マイク音声収録しております。通話品質いかがでしょうか？明瞭に聞こえてますかね。こちらが、本日のイヤホンの音声になります。ぜひ参考にしてみてください。はい。どうでしたか、皆さん。ね、このイヤホンのマイクは、これぐらいの性能です。はい。特にコメントはしません。はい。そうしたらですね、まとめということなんですけども、今日ご紹介させていただいたイヤホンが、KZ の ZSN Pro、X かな、10かな、どっちかな、だと思うんですけども、見た目はね、好きです。はい。結構所有欲出てるんじゃないかなと思って、で、キャビティの部分も、こう、全部見せるって感じではなくって、こう、そーっと覗いてみるとね、あ、ちょっと色入ってんだとかね、ちょっと上がる部分もあるんですけど、やっぱりね、まあ、お値段が2800円でゲットできてるんですけども、で、3.5 でもね、まあ、聞くことは、聞けるんですけども、やっぱりね、あと一歩足んなかった。なんていうのかな、その、量感ですとか、ね、増えた、3.5 から4.4 になって、増えた情報量をうまく処理しきれてないなっていうふうに感じたのが、一番最初ですね。ちょっと、っていう感じになりました。で、同じ曲で、視聴検証で、フルで、ちょっと聞いてみました。3.5 と 4.4、両方とも、フルで、ダンスホールで1曲聞くのに3分ぐらいか、だから6分ぐらいか、まあ、聞いてみた限りなんですけども、そこでもね、やっぱり、リケーブルをしても、
ちょっとみたいな部分があったんですよ。そうするともう、ね、どうするべきかって言ったら、まあ、イヤピを変えるとか、ケーブルを変えるとか、まあ、そうすることによって、このこちらの本体を活かすことはできるんですけども、私がね、まあ、正直に言わせていただくと、これに、大金をぶち込むほどのイヤホンではございません。はい。なので、おすすめもしませんし、アンダー3000という認定もいたしません。はい。これが今日の結論になります。ちょっとね、厳しめに、見てみたんですけども、うん。KZ らしいね、いい音にはなってます。ちょっとね、荒削り感があって、こう、武骨な感じ。うん。で、ドン、ドン、ドンっていうところがね、うん。でね、やっぱり、ドライバー構成が、まあ、俺には合わなかったのかもしれないですよね。本当にね、1BA、2D、1BA、1DD ぐらいが一番好き。うん。それか 2BA、1DD。うん。これぐらいのレベルで僕は満足というか、そういう思考の音の方が好きですね。あとはね、一発鳴らして、もう下から上もね、全部一発で、ね、ダイナミックドライバーで行くんだっていう、そういうのも好きなんで、確かにクリアな音質っていうのも、当然フラットとかね、当然好きなんですけども、やっぱりね、こう、上げたい時ってあるし、うん。まあ、用途によってイヤホンも変えるっていう、私の人間性が、まあ、如実に出ているのかなと思ったんですけども、はい。まあ、でもね、ちゃんと検証して、よかったですね。皆様の、購入に際しての、レビューが参考になればね、よろしいかと思います。はい。あと一歩、あと一歩だった、これは。うん。というわけで、本日もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ちょっと残念だったねって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、高評価をね、いただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、この辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、ここからは後期になりますね。今回購入したイヤホンが、2800円ということなんですけども、悪くはないんだけど、やっぱりね、普段その耳慣れしている、音、自分の中で好きな音、いい音っていうふうに消化できているそのジャンルの中には、残念ながら私のジャンルには入らなかったっていうことなんですよね。別にこれで全然いいじゃんっていう人は絶対いらっしゃいます。もしかしたらそっち、そういう方の方が多いかもしれないですね。まあ、でもね、別に私はね、自分ね、自腹で買ってるわけなんで、もう言いたいことは言わせていただきますし、前回ね、ちょっと、中華イヤホンの、案件なんかのも依頼されてね、レビューさせていただいたり、している中で、やっぱり、まあ自分もまだ成長途中ですけども、そういうところにね、メーカーさんとか企業さんとかとつながると、これからね、これからの将来の人ですよ。つながっていけるようなレベルまで、ちゃんとね、自分を、のスキルをアップして、能力をアップして、できるように頑張っていきたいなというふうに思っています。あとね、これは初めに言っときます。来年からなんですけども、おそらくレビューするイヤホンが増えるかどうかと不確定な要素があるんですけども、それがその来年になってみないと分かんないっ
ていう状況なんで、もしね状況の変化があってしばらく YouTube できないんだとか、こちらからねアナウンスできることがあればね、この動画を通してお伝えしていきますので、ちょっと小耳に挟んどいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、私と次の動画でお会いしましょう。皆様の音楽ライフが素晴らしいものとなるように心から願っております。はい、今日も楽しかった。うん、楽しければいいの、だから音楽。はい、それではね、どうぞ良い明日をお過ごしください。はい。じゃあね、 See you.